こんにちは、ウィザーです。今回は鹿児島発のですね、奄美の2日間のプランです。何回かご案内をしているんですけども、先日も当社のスタッフが、ファミリーで、行ってきまして、非常に良かったということで、さすがに住みたいとまでは思わなかったということなんですけど、非常に良かったということです。住みたい町、上位に食い込んでおります。奄美です。鹿児島空港から、2018年8月からですね、スカイマークエアラインが直行便飛ばしてますので、かなり価格自体がリーズナブルになっています。秋冬もですね、人気でですね、旅行代金が最低価格お一人様1万6000円で、1泊2日の旅ができるという状態になっております。名瀬市自体がですね、鹿児島で、第2位の繁華街ということで、夜も楽しめます。ぜひ、おすすめしておりますので、ご検討ください。詳しい内容はこの画面下のコメント欄の上にですね、商品詳細ページ貼り付けてますので、こちらをご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。